グリーンズボロはアメリカ海軍の紹介フリゲート、タコマ級フリゲートの一席。艦名はノースカロライナ州グリーンズボロにちなむ。グリーンズボロは海事委任契約のもと、当初 PG-209 として、オハイオ州クリーブランドのアメリカンシップビルディング社で1943年4月15日に寄港し、1944年2月9日、 C.I. カールソン夫人によって、命名、浸水、1945年1月29日に、メリーランド州、カーティス湾の沿岸警備隊交渉で、艦長、ヘンリー・ピーニスカーに沿岸警備隊調査の指揮下、収益した。沿岸警備隊員が乗り組んだグリーンズボロは、カーティス湾に停泊し、偽装及び気象観測任務用の改装が行われた。2月14日、 オルチモア湾を出港したグリーンズボロは、ノーホークを経由して、バミューダに成長のため向かい、続いて、キューバのグアンタナモ湾、ジャマイカのキングストンで護衛任務に就いた。グリーンズボロは3月23日に、ボストンに到着し、航空、海上救難及び気象観測官に転換された。4月11日に出港し、途中ニューファンドランドのアージェンティアに立ち寄り、 4月22日にメイン州カスコアンに到着対潜水艦船演習を行う。10ヶ月間にわたって航空、海上救難任務及び気象観測任務に従事し、しばしばニューファンドラウンド沖、アゾレス諸島、ブラジルのレシフェで護衛任務を行った。1946年2月17日にボストンに帰還し、3月14日に退役した。 1947年4月23日に除籍され、1948年4月22日に、ルイジアナ州ニューオーリンズのサザンシップビルディング社にスクラップとして売却された。ありがとうございます。